自分の夢でもあった J リーガーにもなれた、その中でまた夢であった日本代表になれたっていうので、やっぱりその次、やっぱりワールドカップに出たい、でワールドカップに優勝したいっていうのが今の夢です。そのためにやっぱり日頃からその自分の夢のために食事であったり練習であったり、いろんなところでその夢のために努力しています。夢っていうのを一言で言うと、自分を奮い立たせてくれるものですね。やっぱり夢がないと、やりがいっていうのも感じれないと思うし、だから僕にとっての夢っていうのは自分を頑張らすものだと思います。